収録しましょうか。やっぱりね、あの名前とかね、地名をね、じっくり考えたらね、なんか出てくるんですよ。地名関係だからね。私、うん、解釈の仕方やと思う。先生、先ほどのね、うん、先生、先ほどの携帯天皇のね、携帯天皇の続きの宮の話ですけどね、うん、これ先ほどのその高木の天神社、うん、その元が天神山やったわけでしょ、うんうん、その天神山の近くには宮古谷という同志社大学のありますね、うんうん、まさにそこから入り口が普賢寺へかけてですね、道があったわけじゃないですか、うんうん、だから宮古谷と言われてるのは先ほどから申していただいてるように、うんうん、その天神山が信仰の対象になり、で、つつきの三山が、何でしたかね、猪岡山、それと天神山、で、山崎の山が、この三つの大和三山に関係する信仰の対象の山であったということを言うわけでしょ。ということはもうつつきの宮が見えてきたじゃないですか。まさに夏至古墳のあったのが沖縄田良姫の場所であり、同志社大学の丘陵地であり、そこに宮古谷があった。そこにあの古川さんのおっしゃってる安島の木、安島のあの花ちょっとしていただけません、うん、先ほどのそれからね、あなたのね、あなたのためにね、弁護するわけじゃないけどね、はい、続きの筒っていうのはね、竹の筒でしょ。筒です。竹の筒っていうのはね、イカダのことです。イカダ、ああイカダ、イカダを組んでね、はい、一族が公開してやってくる。あ、木津川を、川を登って、一人じゃないのよ、船じゃないのよ、イカダです。イカダで、ああなるほどなるほど、イカダでこう、ああイカダね、ああ面白いです。イカダはなんで組んであるか言ったらね、荷物運ぶんだよね、あの筒で、竹の筒で組んである。ああなるほどね、木津川はそれ意味してた。まあね、あの小泉君、先ほどの安島の木の筒木 の、ね、木の話をちょっとしていただいてね、安島の木の作者はね、分かりませんけどね、はい、それを間引きしたその福井の竹譜の、うん、それ何書いてあるんですか、安島の木というのは。重吉さんがね、概略、これ読んでいただくと、この本はね、携帯天皇と越前という本が、あって、これが出てるんですよ、はいはい、昭和6年の携帯天皇、1400年後のね、4年間福井の図書館にて調べたんだけど、はい、石原、石橋重吉さんという人の、はい、携帯天皇と越前というのにね、それを元にして、いやいや、その中にこの安島の木が引用されてたと、はい、でそこに筒木の宮のことが書かれてる、ね、それがこれなんですね、はい、筒木の丘という十二箇所のね、簡略はすると、その筒木の宮のところにですね、正月の頃ですかね、そうそうそう、これだけの行事をするということですわ。その周辺の12箇所の神社の人たちが集まって、それどこに書いてます、12箇所という、ね、12箇所というのは、ここ。ここ再栄の式に割り出れども十二箇村の総者、十二箇村の鈴木大明神の祭りがあったと。それを神主の入江三河の神に聞いたと。聞いたと、うん、でこれを神主の三河の神というのはまさに慶太天皇の越前の、はいはい、あの三河ですわね。そうそう、だからその人が書いたわけですから、つつきの宮のことを、はい、だからこれはまさに、いやいや、それは書いてない、その人の関係者が、ね、続きにいたその入江三河の神に聞いて、で私の粟田君でもこういう祭りをしてますねと、してますと言うて二人は喜んだと。でその安島の木がどこにあるのやということを、これを孫引きした、昭和10年の7月の、20日に発行した、携帯天皇と越前という本にこれが引用されていたから、私は、国会図書館の関西館、はい、それから竹譜の図書館、それからこれを書いたあの石橋重吉さんの竹譜の泉48番の、はい、遺族の宅に聞いたんですけども、本は皆寄付しましたと、うん、いうことで、この、まあ、ちょっと今元っその元は見つからないんだけど、しかし書いたものがすでにあった、残ってると。そこに続きの宮とか書かれていた、書かれた周辺の十二箇村の人たちが集まったと、そういうことちゃんと書かれてるわけですから、ちょうどこの続きの宮の周辺を見てみると、十二箇村が当てはまるのがあるわけですわね、場所があるわね、あるわけですね、だからこれはもう宮古谷のあの位置がまさに続きの宮の一の木戸というのもありますから、はいはい、そこからが入り口があって、はいはい、つまり高木の方から入る道。そこで小泉さん、あのね、一番忘れられないのは弥生時代のあの天神の森っていうのは、高知製集落ですね。高知製集落は野呂市だ
あ、のろしで、あ、そうですね。だからそれでこう、いろんなね、みんなのろしでね、つながってきたから、うん、そうですね。だからそういう、まあ、戦というか、合戦に備えてね、そうですね。要塞的な場所、そうですね。あの、高知集落というのは、邪馬台国があった頃の、うん、あの、高知集落なんですね。そうそう、乱があったから、山の上の方に高知集落ができて、で都を、ま、あのそういう守る村を守るという、まあ、頃の、のろしで合図しながら、あの、瀬戸内から、合図したわけですね。のろしのね、あれ伝わってね、その米相場を使ったとかいう話も後世にね、それは後世にね、 あったりしますけど、まさに、まあ、情報のこれのような電波やね、こうしてるとやっぱりもう続きの宮はまさに高木から入っていった普賢寺谷の、うんうん、あの都谷、うん、それから先ほど先生がおっしゃったように加害、旧婚加害役という意味の場所の天神山、うん、それから、高木の天神社、あの付近のことが非常に今まで注目されてなかったんですけど、うん、そこがクローズアップされた、クローズアップした。しかし現在田辺ではね、続きの宮が7箇所も8箇所もあるということで、うん、私も含めて、はい、そういうことがあのしきりに案内もされてるけども、これはあくまであの携帯機の集落跡、いわゆるあの職の集団、工人やら、はい、埴輪を作ったり酒を作ったり、はい、鍛冶屋を作った、そういう集団が住んでたところであって、決してあのそれはあの経済での宮やないねんと、ね、それを取り巻くところにそういう集落があったと、そうそう、だからそういうところにいろんな弥生時代の遺跡があってもおかしくないわけ、静川の周辺にね、それが正解。だから神鍋山の付近にあっても、うん、いろんな先生方が神鍋山の付近がね、うん、携帯店のやとおっしゃっておられるけども、しかしあそこは交通の要路にはなってないわけですからね。それをね、あの実施をする、はい、出土品はね、はい、あの清華町の丸山古墳の西側に、はい、あの無難所中と、はい、あの後から出たが携帯機の集落はあって、うん、まあ携帯はやっぱりすごい勢力を、すごい勢力を持ってましたからね。だから越前から、うん、あの最初に、即位した、葛葉の宮、その後都築の宮、はい、そして大徳の宮と行ったんですけど、はい、結局携帯は越前から琵琶湖水系、淀川水系、木津川水系を、そこでね、琵琶湖水系を来て、あの葛葉の宮を顎に構えることによって、はい、瀬戸内海から九州、そしてあの大陸朝鮮半島を、はい、それと淀川を抑えると、うん、次は木津川の水系をあの出入りを抑えると、そして再びそのもう50いくつかになってや、あの越前の葛葉川を抑えたようにして、今度はあの丹後からあの大陸の方へ向けるために小畑川の乙訓の宮を作ってね、抑えていったんではないだろうか。そうでしょうね。だから何も携帯はね、うん、奈良へ入れなかったから南山城をうろうろしてたんだという説はもうボツですね、うん、そのいやボツですよ、ね、だから携帯は結局日本海の表玄関、うん、トライしてきた人たちの勢力を持ってたわけですから、それの物資の経路を全部抑えてしまったから、奈良なんか問題にならないわけですわね。特にですね、あのこの淀川水系のね、淀川水系、そうですね、あの淀川水系なんか見てますね、丸山王家を見てもね、非常にスケールが大きい、大きいですね、こちらのあのだからこれでいくと携帯店の左岸にはね、あの葛葉の宮があるやろ、ああそれで右岸のね、このずっとこれでいくと携帯店のあたりはどの辺になるんですか、これね、携帯店の作るのこの辺やね、だ、ええ、からこの辺ですか、ええ、だから船が浮かんでますね、うんうん、だからやっぱりこの大きいとこをね、目玉にしてや、あのこっからあの続きの宮とかね、あの大畑川とか、そうですね、小さな水系を、だから今携帯天皇の発掘されたあの古墳もですね、この淀川水系にあったということが納得いけますね、ああこれ面白い話ですね、これは面白いですね、ああ